皆さんこんにちは。本日も初心者のための DX ニュースをお届けいたします。さまざまなアプローチ、もうちょっと具体的に言うとこういうことをやっていきますよっていう話で、同じ考え方を持つ、連携可能なサービス事業者を集めて、国地方が一体となって官民一丸となった取り組みの実現を目指しますということで、スーパーシティ、スマートシティ型、大胆な規制改革を要するものについて、スーパーシティとして国家戦略特区指定を目指す。今日本で全国に2000近い自治体があるわけですよ。自治体に対して今実は全部バラバラなのね、組織が。でそれを一気にじゃあこれやりましょう、ドーンってやろうとすると結構難しいっていうのが、この新型コロナのワクチンを打つとか、あと給付金を配るとか、そういうことをやるときに分かったっていうか、大体我々から見てても、なんか混乱してるなって分かるじゃないですか。はい。でもそれぐらい日本って国を動かす仕組みがすごい難しい国なのね。でこれは誰がやっても難しい、今の政府の人たちがどうこうというよりは、もう構造的に難しくなっている。だからいろいろ遅れちゃってるところがある。かといってじゃあやらなくていいよねって話ですると、やっぱりどんどん他の国に比べて遅れていってしまうわけ。だからここの地域だけは特別に新しい仕組みでやってみましょう。それが国家戦略特区という話ですね。初めて聞く言葉ばっかりでしょ。なんか何言ってるのかちょっとっていうところが。そうだよね、割と抽象的に話されてて、なんか具体的にどんなのみたいなところは疑問にあります。そうだよな、ふわっとしすぎてて何やりたいのかちょっとみたいな感じです。そうですね。だからそれもさっき話をした通りで、日本ってそういう自治体とか多すぎるから、どこを想定して話しているかっていうのはちゃんと具体的にしないとすごい話しにくいわけですよ。はい。で東京の千代田区とか都心部を想定して話す場合と、例えば私が毎週最近行ってる滋賀県の地方都市があるんだけれど、はい、を想定して話すのと全然違うのね。例えば都市部っていうのは駅に対して人が集まっていくでしょ。はい。だから駅の周りは人が多い、住居もいっぱいあるっていう話で、駅地下っていうと一番便利なところっていう話になるわけだけれど、地方に行くとみんな車社会だから国道沿いにお店とか集まってるわけ。ああそうですね。だから駅の周りって言っても駅の周りって何にもないじゃんっていうことが結構あるわけよ。ありますね。いつも私は滋賀県に行くから米原駅っていうところで新幹線の乗り換えをするんだけれど、経営者だからお金のやり取りとかこの ATM が必要なことがあって、セブン銀行を愛用していたわけですよそうすると前原駅から一番近いセブンイレブンまで歩いて10分ぐらいかかるの。そう、もういつも新幹線の乗り換えの時間を気にしながらセブンイレブンまで歩いてっていうのを何回かやりましたね必ずしも駅の近くに人が集まってないっていう話とか、これ全然事情が違うから、はい、これどうするのって話になっていくわけだよね。これが国家戦略特区のホームページなんだけれど、結構いろいろ指定されてるところはあるんですよね。でこれもね、いっぱいありすぎて結構わからないっていう話もあるんだけれど、東京で行くと、例えば外国医師の業務解禁とか言うと、外国の方でも医療行為ができるようにしましょうって話かな。あと、地域限定保育士の話とか、農家レストラン、特区民泊。最近ちょっと民泊ってそんなに流行ってないけど、この地域であれば民泊をやってもいいですよっていう話。あと、自動走行とか。ここのエリアだけでは自動走行の実証実験やっていいですよって話とか。日本も何にもやってないわけじゃなくて、まず全国に広げる前に、ここの部分だけでやっていきましょうっていうことを、実はいろいろやっている。こういうものをどんどん利用して新しい取り組みをやっていきましょうっていうのがさっきの戦略特区という話です。はい、マース発展型。マースは前回のオート三輪ね、はい、マースを基礎にそれを活用した生活サービスの実ビジネス化を目指しましょう。で、例えばシェアード型のサテライトオフィスを核とした
新たなモビリティ生活圏の構築を目指すということになります。東京の近くだと何かこうちょっと会社をやってみたいな、自分のオフィスを持ちたいなって思うときに、オフィス用のビルっていうのはいっぱいあるわけですよね。はい。まあ中にはコワーキングスペースって言って、一つの建物、まあ漫画喫茶のね、延長線上みたいな感じで、もうちょっといい感じで仕事ができる、それぞれの席がちゃんとしていて仕事をしやすいっていうのは、そういうスペースがいっぱいあるわけだけど、地方に行くと当然ないわけだよね。で、地方で物件を探そうとすると、戸建てっていうのかな、お店で言うと路面店みたいな。なんかビルの中の一室というよりは1個の建物に1個みたいな感じですか、駐車場もあってみたいな、はい、まあ、ああいう物件になってくるからどうしても1軒あたりが高くなっちゃうわけだよね、はい、それとオフィスを持とうと思ってもなかなか難しいということがあるので、サテライトオフィスを設けられるような地域を作りましょうと。でそこで例えばオフィスビルドーンと建てて、まあ、マンションとかもどっかに建てて、それを自動運転のバスとかで結べば割とそこにこう一つの経済圏ができるでしょうという考え方ね。でそれを全部人手でやろうとするとどうしても高くなっちゃう。そのバスを通すとか言ってもそこ人件費の問題とかも出てくるから結構高くなっちゃうよねっていう話になっていくと、そういう自動走行のものが走ってて解決できればいいでしょう、はい、であとは地域経済循環モデル型、またこれも難しい結構説明するのは難しい話いっぱいあるんだけど、サステナビリティの観点から生活サービスの再編を目指していきましょうと。蓄電池を活用した新エネルギーの需給管理、サーキュラーエコノミーを意識した新事業モデル。今日本っていうのは電力を火力発電所が中心になってるわけですけれど、火力発電所は CO2 の問題もあるから、サステナビリティの観点からよろしくなかろうということで、それを風力とか太陽光、ソーラーね、でやっていきましょうって話なんだけれど、ああいう新しいエネルギーの欠点としては、発電量が一定にならないわけね。はい、原子力発電所だと、一発ドーンとあれば、それで安定的に、まあ、電力供給できるわけだけれど、事故もあったから難しいという話になって、じゃあ再生可能エネルギーっていう話もするんだけど、やっぱりそこは電力が行ったり来たりするから、結構使いにくいわけです。でそのピークの時にしっかりと電力を貯めておいて、下がった時に貯めておいた電力を使えるようにするような取り組みということで、蓄電池を活用したっていう話ね。はい。蓄電池を活用して、その新エネルギーを使っていきましょうっていう話。スマートヘルスケア先行型。スマートヘルスですよ。意味わかる？健康に関わる。介護とかそういうのを IT の力とかを使うとかですか、なんか。そういうありますよね、介護のあれで。電気ポットのなんか使用状況を見て、なんか元気か元気じゃないかみたいな。なるほど。そうそう、そういうことね。アプリとかに体重とか体脂肪とか入れておいたり、あと食事の管理とか、なんかやったりしてます？一応してます。なんていうアプリ使ってます？アプリっていうか、なんかメモ帳にただ、本当にね、ダダダって書いてるだけみたいな感じです。それを統合管理していきましょうと。で、Apple のヘルスケアっていうのがあって、基本的な情報だったり、あとは歩数。ありますね。勝手にどうやってカウントしてるのかなと思うんですけど、歩数をカウントする。私もなんかスマートウォッチつけてるんだけれど、はい、コントラバス弾いてね、ビブラートとかかけるとね、結構ね、歩数稼げるんですよ。なんだその歩数はって感じがするんだけれど、生活全体を全部記録していくと、あなたは健康です、健康じゃありませんっていうのは、まあいずれ分かっていくでしょうと言われてることね、はい、病気になりましたっていう時に原因をじゃあ探っていきましょうってやっていくと、ここら辺で急に体重が増えてる減ってるとかあって、ここでこういうことがあったはずだとか、食事のメニューとかずっと記録してる豆の人がいたら、あ、こういう食生活じゃダメですよっていう話だった。
で今はいちいち入力作業をしていかないといけないから結構それが大変なんだけれど、体重を1日1回入れるぐらいだったらまあ頑張ろうかなと思うけど、毎食全部入れていくって言ったら大変でしょ、はい。まあ、最近は食事の写真をピッてやったら大体その食事が何かっていうのを画像で認識してその食事のメニューをテキストにしてくれるっていうとかあるのね。へ、うん、そう、アスケンっていうアプリがあるから、ちょっとぜひ無料で使えるのでやってみるといいと思いますけれど、 IT の力で負荷を下げていろんな記録を残せるようにしましょうっていう話がスマートヘルスケア、はい。あとスマート農業はね、割といろんな部分で IT を使っていきましょうって話があるんだけれど、人の動きを補助するスーツ、農業の姿勢がさ、腰に結構負担がかかるわけね。はい。それを負荷を軽減するようなスーツの開発、まあそういうのもあります。またちょっとこれ別途やりましょう。はい。はい、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。